バーソロミューより、聖フランチェスコからのメッセージ。1982年12月19日、ニューメキシコ州アルバカーキにて。フランチェスコについて誤った見解がいくつかあり、その一つは父親との関係に関するものです。フランチェスコと父親とは、 非常に仲が悪かったと言われていますけれどもフランチェスコが新しく目覚めた後では全ての音は神の声だと彼は知っていましたから父親が家を出て行けと言った時も父親の声の音を拒否することはできませんでしたフランチェスコはわかりました次に進む道を示してくださって ありがとうございましたと言いましたなんだとではなくわかりましただったのですそして出て行ったのです彼が孤独な人生を歩み始めた頃私の教会を立て直せと命令する声を聞いたフランチェスコはそれにはいくつかの次元の意味があることを理解しました ただその命令の中で唯一はっきりしていることは教会の建物を建て直すことでしたそしてその作業を通して何か他のつまり違うレベルでの別の教会を建てることもできるだろうということを信頼することでしたフランチェスコは誰にも相談せず 法王の許可を得ることもせず自分の眼前の仕事をすることにしましたどうかこのことを自分の人生に照らして考えてください神が自分に何を望んでいるのか知りたいと思ったら神に聞くことですすると分かりますそれが分かった時にはどうか先に伸ばさないで 今自分が知っていることに基づいて今日直ちに行動を起こしてくださいあなた方の中で今日何らかの教会を建てたり建て直したりする作業を始められない人はいません自分の中に修理の必要な部分を持っていない人はいません今 目の前にあることをする代わりに何かもっと人をあっと言わせるようなことができる日まで待、ま、とうなどとしないでください。ここでの教えは単純です。あなたにとって何か立て直すべきものがあれば今ここで始めよというものです。たとえ それがどんなに格好の悪いことでもどんなにつまらないことでもどんなに難しいことでもです自分にとっての未完成の境界が何かを知りたければとにかく尋ねることですお聞きいただきありがとうございます。 空エリネチャンネル登録よろしくお願いします。